ベンガボーイズはアムステルダムで主に活動するユーロダンスのポップミュージックグループ。二人のオランダ人プロデューサー、ウェッセル・バンディ・ペント・デニス・バンデン・ドリースセンのプロデュースによるものであり、1990年代後半に商業的な成功を収めた。イギリスでいずれもチャート1位になったブン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 とイビサへ行こう、アメリカで40位に入った夏だ。 ベンガだ。パーティだ。で最も知られている。メンバーは、リードボーカルのキム・ササボネ、コーラスのデニセ・ポストノ・ールバン・レース・ウェイク、ロビン・ポルス、そして2005年の休止中に、ロイデン、ブルゲルと入れ替わったドニー・ラ・トゥペリサで構成される。グループは、全世界で、推計1500万枚のセールスを記録し、21世紀初頭における、最も影響力のある、 ユーロダンスポップグループの一つと言われている。2001年5月2日にはワールドミュージックアワードでその年のダンスグループ部門を受賞した。二人のオランダ人、プロデューサー、ダンスキアンド・デルム・ウンドは夏季に無許可のビーチパーティーを何度か開いて成功を収めていた。そして1997年にラハエル・カルペンテル、オリビア・オベリングトン、ロビン・ポルス、ロイデン、 ブルゲルを集めてこのグループを結成させた。ベンガ・ボーイズという名前はダンスキーデルムンドが中富という別のプロジェクトのレコーディングセッション中に思いついたものだった。グループは何曲かを個別にレコーディングし、その一部はデビューアルバム、ザ・パーティーアルバムに先立ってシングルとしてリリースされた。ベネルクスでパラダ・でテッタスとブラジルへ ショーヒットさせた後、1998年11月には、アップダウンがイギリスのチャート4位に入った。次の、夏だ、ベンガだ、パーティだ、は、アイルランドとイギリスで、それぞれ3位、ビルボードのホット100で26位となった。1999年6月、ブン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 が、イギリス、ニュージーランド、オランダで、初の1位を獲得した。 夏だ、ベンガだ、パーティだ、は、シックスフラックスのアメリカにおける広告キャンペーンで使われた。ザ・パーティーアルバム、は、イギリス、ドイツ、ベネルクス、スペイン、南アフリカ、タイ、ポーランド、オーストラリア、メキシコなど20カ国でチャート1位に上がった。ティッピカリー・トロピカルの1975年の ナンバーワンヒットバルバドスをアレンジし直したイビサエイコも1999年9月にチャート1位になった。ベンガ・ボーイズのデビュー LP はビルボードを200で30週連続チャートインし、1999年11月にゴールドディスクとなった。ザ・パーティーアルバムはグレーテストヒッツと名前を変えて再リリースされ新曲5曲が加わった。 ザリミックスアルバムは1999年にリリースされ、デビューアルバムの曲の新しいダンスリミックス版が収められた。イングランド・プレストンのクラブ53ディグリーズで、イビサイ・イコーを演じるベンガ・ボーイズ2枚目のアルバムをリリースする直前に、ロビン・ポリュスがソロ活動をするため脱退し、代わりにいる課長教師のヨリク・バッケルが加入した。プラチナアルバムは2000年初めにリリースされ、 これもまたヒットした。さらに、イギリスでトップ10になったものとしては、キッス、シャララ、ララ、ジャマイカのジョン・おじさんがあり、キッスはアイルランドでチャート1位になった。さらに次のシングル、チーカ・バウバウのリリース時には5人目のメンバー、すなわち、チーカという CG アニメーションのキャラクターが加わった。しかし、シングル自体はそれ以前ほどの成功にはならなかった。 2001年2月のシングル Forever As o n のリリース時にはほとんどプロモーションが行われずイギリスでチャート28位と最も振るわないシングルになった。このシングルリリース直後からグループは数年にわたり解散状態になった。2007年彼らはクラブシーンに戻ってきた。ロイデン、ブルゲルの代わりにドニー・ラトゥペイリサが加入しロビン・ポルスが復帰した。 最近では、イギリスとアイルランドの大学学生自治会のクラブをツアーして回り、特に9000人の観客を集めた、ユーシド2010ボールが話題になった。2008年から2009年にかけて、グループは小規模なツアーを続け、2008年には、パーティーライフを含めた審判の噂、2009年には、昔の曲の再リリースの噂が広まったが、実現していない。 2010年春にベンガボーイズは公式サイト、ツイッターおよびライブで再結成シングルのタイトルがロケット2ユーラネスとなることシンガーソングライターのピート・バーンズとアメリカ人のペレス・ヒルトンを共作者として起用することを発表した。この曲は2010年6月に母国、オランダだけでリリースされた。他の国でのリリース予定は未定である。世界に先駆けた 新曲公開は2010年6月4日にオランドのラジオ局ラジオ538で行うと彼らはツイッターで発表した。またビデオ公開は同6日にオランダのテレビ局 TMF で行うと発表した。2011年12月9日にはオーストラリアでベスト版がリリースされる。ベンガボーイズはイギリスに熱狂的なファンたちがおり毎年の英国ツアーを スコットランドグラス号にて、転職された、レンフルーフェリーで締めくくることが多い。スタジオアルバムコンピレーションアルバムリミックスアルバム、その他、ありがとうございます。